辺博士の怪談語りでございます。いつも私心霊スポットに行って怪談を語ってってやってるんですが、今日はなんとですね、この番組が始まった時に、コラボをやってくださった船木正勝さん再び登場でございます。どうぞよろしくお願いいたします。いや、もうなんかあれも大方2年近く前のお話になりまして、で、あの船木さんには以前新日本プロレスの道場、合宿道場での、はい、まあ、心霊っぽい現象です ね、あの時計がこう逆に回るとか、はい、あとあの上の、 あの合宿所の部屋のドアが全部開いてたのか、全部開いてる、全部開いてる、うん、みんなの閉めてみんなで飯行ったんですよ、うん、で帰ってきて家行ったら全部開いてる、まあ、いたずらされました。いやあと、あの上に人がいないのに下に自分らいるじゃないですか、はい、上を歩く音はしょっちゅう聞こえます。なんか子供さんがあの入ってきてて、はい、子供の霊というか、はい、子供がいるからもう入っちゃダメだよって言って行かせるのに、はい、その辺に住んでる子供じゃない子供と思ってたら違ったってこと。それ女の子、男の子、女の子を見てる、みんな女の子見ます。あ、女の子が多いんですか。女の子です。はあ、何歳くらいの子なんですか。分かんないですね、自分は見たことないんで。へえ。でも結構皆さん見てらっしゃる。多分 幼稚園とか、はい、小学校低学年とかその辺の感じの女の子らしいです。当時の新日本プロレスでなんかこの人霊感強い言う人、まあ、あの 誰もいないです。ないんですか。霊感強いですよ、なんかいないですよ。ないですか。ほぼいないですね。せやけど道場ではなんか みんな見ます。みんな見ます。へえ。いいですよ、音はもうしょっちゅう聞こえます。へえ。あの上を歩く音とか、あとはその道場いないのに、はい、カチャンカチャンとかって、はあ、そういうのはあります。あのもともとそば猪木さんのご自宅ですよね。自宅だったんですよ。その前って何だったんですかね。わかんないです。でもなんかあのなんかでもあんまり良くない場所だったっていう話は聞きました。そうなんですね、はい、あれは野毛っていうんですか。野毛というところです。玉川沿いのその住宅街ですね、はあはあ、で周りですね、あのまあ家もあるんですけども、はい、別にアパートとかあの団地もあるんで、はい、そんなにあの、まあ、自分の方に高級住宅街ではないような気がするんです。あ、ではないんですか。ただそこに猪木さんの家だけ多分でっかくポンって建てたってことですね。はあはあ、それをあの日本プロレスから新日本プロレス立ち上げるときに全部壊して、はいはい、で自宅を合宿所、はい、で道場、あの庭をですね、道場を建てた。はあ、それ猪木さんまた別のところに住んでらっしゃったんですか。代官山です。代官山の自分が入った時はもう代官山のマンションですね。はあ、はい、大将さん、美津子さんと2人で、はい、娘さんと3人で、はい、で代官山の方に住んでらっしゃった。あのプロレス界っていうのはもう昨年で言いますと猪木さんがお亡くなりになって、そうですね、あの私にとってももうプロレスの象徴でもあるし、もちろん船木さんにとったらもう大師匠であるし、実はその、 あのお葬式でですね、はい、そういう、まあ、ちょっと分かんないですけど、はあ、心霊現象っぽいことがあったんですよ。え、猪木さんのお葬式で。はい。あの、まあ、いわゆるそのお経をいう住職さんが来たんですね、はいはい、今からそのお経やりますよって始まる前に、はい、住職さんがこの椅子に座ろうとしたら、はい、その椅子がバラバラになったんですよ。なんかあの冗談みたいな、あのあコントのような、もう本当なんかあの積み木がですね、積み木がちょっとこう崩れるみたいな、そんな音が自分こうやってこうやって見たら、はい、ガチャ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 、でパッと見たら住職さんが知りました。それ普通本当ありえないですよ、ね、いやいや、ありえないと思う。だから誰かがあの作ったんですかね。ああ、いや分かんないですけど、そういうふうに猪木さんの葬式だから、うん、そういう椅子を用意したのかな
でもそんなわけないじゃないですか。そんなわけないですよ。だから そんなわけないことが起きたんですよ。へえ。あの場にいた人みんな見てます。それお葬式というのはもうあの何千人も来はる感じですか。いえ違います。もう身内だけの一応家族葬なんですけども、はい、まあ、ゆかりのあるレスラーとかは呼ばれて、はい、で自分もたまたま呼ばれて、へえ、行ったんですね。はあ。船木さん的にはそれがもし猪木さんのお葬式で起きたそういうものであるとしたら、なんか猪木さんのメッセージって何やと思います？もうこれご自分の思うところで。何でしょう。でも住職さんを、はい、座り椅子を壊したっていうことは、はい、もうだから成仏させるんだと、はあ、っていうことじゃないですか。なんかもうちょっとこうやりたいことあったんじゃないですか。はあ。多分ですけども、あの生きてるっていうことに対してすごく執着してたと思います。はあ。猪木さんはだから亡くなって、ね、もうそういうところがもう真っ平らになるのを、ね、もうやっぱり嫌だ、もう最後最後までもがいたような気しますね。なんか生命力がそこにこう、現れたはずが。そうですね。だからそれ今日言ったらもう終わりじゃないですか。はい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 。言わせてきたけど今日言わせないようにした。だってそんな感じですよね。もう座ろうとしたらバラバラって。で白星ついてましたから。その場はみんな笑わはるんですか？笑わないです。笑わないですよね。みんなびっくりしました。でましてやコントです。コントですよね。すごい方に来てもらってますよ。こう言われてきて、こう座ってバラバラバラドーン。えいや、そんなことが。猪木さんはやっぱりそこは死にたくなかったんですかね。死にたくなかった。死にたくない。でやっぱりこう生きてることに対してものすごくあの執着があったような気がします。生きてるっていう。だから猪木さんってやっぱり元気っていうんですよ。そう、はいはい。だから元気って一番重要じゃないですか、はい、生きる動力とか、はいはい、それが最後にその亡くなってしまったっていうことが一番悔しかった。悔しかったんですね。で皆さんお弟子さんとか関係者がいる前で、これはまだまだっていう。いや、まだ行かないぞ。あ、そんな気がしました。不思議ですね。不思議なお話です。自分は本当にびっくりしました。あ、なんか怖いっていう話じゃなくて、怖くない。猪木さんのなんか本当に。そうですね。で、うん、であの仕組むことも可能ですけど、はい、そんなことやったところで意味がないですよね。そんなことやること自体が。いや、すごい。そんな感じで、自分は猪木さんの最後のなんかこうメッセージっていうか、はい、自分の主張だったような気がします。いやー、なんかお好み焼き屋さんのこの鉄板を挟んで今このお話させていただいてるんですけど、なんか我々はあれですね、明日へ明後日ちょっと頑張って生きて、生きてるってことは本当にありがたいし、やっぱりあの重要だと思います。ね、お腹すくことも含めて、本当ないです。全て苦しいことも辛いことも、はい、楽しいことも、はい、全て味わえるってことが一番だと思うんです。そうですね。死んでも味わえます。いや、おっしゃる通りでございます。本当にありがとうございました。はい、貴重なお話ありがとうございます。船木正勝さんでした。ありがとうございました。